学校法人日本教育財団は、東京都新宿区、大阪府大阪市、愛知県、名古屋市及び、フランス共和国パリ市で10校の専門学校、1校の通信制、大学、4校の専門職大学を運営する学校法人。2016年4月1日、法人名を救命賞の学校法人モード学園から現名称に変更した。 1966年4月に谷勝が創設した名古屋モード学園が発祥。現在は実定である理事長のカスヤトシヒコと二人三脚で経営し、ファッションコンピュータ、医療の専門学校が東京、大阪、名古屋、パリにあり、2018年からは通信制大学も、さらに2019年からは専門職大学も開学している。 講師を含めた教職員は1200人。生徒総数は約1万5000名。毎年インパクトのある CM を制作し、ラジオでソウルボサノバを BGM に流された、谷自身のナレーションによる海外の流行事情を等々と,と語った後のを語るとモードになるが知られる。また、各地の校舎は奇抜な外観が特徴である。卒業制作展を東京は、 国立代々木競技場、大阪は、大阪城ホール、名古屋は、愛知県体育館で、HAL、モードフェスティバルとして、モード学園と HAL で年に一度共催している。デンマークの毛皮生産者などで組織する団体、コッペンハーゲンファーから講師を迎え、在日デンマーク大使館の協力のもと、ワークショップを開催した。モード学園参考から選抜された、学生14名が参加。 現地の専門家の指導を受け、提供されたファー素材による制作を行った。なお、二千十五年三月二十八日には、これらの取り組みがきっかけで、デンマークの皇太子、フレデリック殿下と皇太子妃のメアリー殿下が、東京モード学園を訪れた。小林武史による、プロジェクトブランド、クルックと、町のゴミ拾い活動等を行っている NPO、法人、グリーンバードと、 モード学園の三者共同でユニフォームを制作した。セシールは同社が運営する通販サイトでモード学園の学生がデザインしたカーテン的スタイルのコンテストを実施。上位4作品と特別賞に選ばれた作品が商品化され、同サイト内で販売されることになった。三越伊勢丹や小田急百貨店、京王百貨店、高島屋などが共同で開催した。 新宿スタイルコレクションに東京モード学園と HAL 東京が参加。新宿通りで路上ファッションショーが開かれた。ITS デモがモード学園との産学連携の取り組みとして学生がデザインした iPhone4 専用ケースを発売。一部店舗では作成した商品紹介のポップと合わせて学生自らが商品を販売した。 AFX マネジメントとの三学連携により、スーパーガールズの衣装を、モード学園の学生が制作。制作された衣装の中には、生地メーカーみゆききよりの協力により制作された、オーダーメイドの生地が使用されている。また、モード学園国ンタワーにて、スーパーガールズを招き衣装の発表会が行われた。マーベルとの三学連携として、アメリカンコミックス、 マーベルのメンズ T シャツを制作した。マーベルとアパレルメーカーのグレースから要望に応じる形でモード学園の学生たちが取り組んだ。ワールドやベイクルーズなど複数のアパレルメーカーからバイヤーを呼びオリジナルブランドショー受注展示会を実施している。モード学園の学生が立ち上げたオリジナルブランドをファッションショーにて審査を行い受注会で 買い付けのシミュレーションを行うものである。レオパレス21と3月と合同で、モード学生の学生がデザインした部屋のコンペを実施。2014年には、名古屋モード学園の学生を対象に、名古屋らしい部屋の制作を、2015年には、大阪モード学園の学生を対象に、大阪らしい部屋の制作を競わせた。それぞれの地区を舞台に、 レオパレス21の物件と3月の素材を使い、製作した。コンピュータ総合学園 HAL、名古屋校の女性元教師が、給食中に統括責任者から、必要なパワハラを受け、退職に追い込まれたとして、モード学園を相手取り、医者料や未払い残業代などの支払いを求めて、名古屋地裁に提訴していた件で、2007年2月20日、 学校側が女性元教師に対し解決金を支払うことで和解が成立。和解条項で労働基準法などの法令を遵守するなどとした。名古屋モード学園の学生3人が学園祭で出たベニヤ板などの大量のゴミを通りがかった駐車場に不法投棄したとして、2011年9月16日廃棄物処理法違反で愛知県警中村署から書類送検された。 この件で学校側は、今後は業者に委託して適切に処分したいと弁明した。担任に、肩の入れ墨を告白し、除去手術を受けていた大阪以前の元学生が、入れ墨を理由に退学勧告をしたのは違法だとして、モード学園を相手取り、入学金の返還や医者料などの損害賠償を求めて大阪地裁に提訴していた件で、2013年3月27日、 大阪地裁は、元学生の主張を大筋で認め、学校側に賠償の一部支払いを命じた。京都市の男性が、授業料などを納めた後入学を辞退したが、学費の返還に応じないのは、不当として、モード学園を相手取り、京都地裁に提訴していた件で、2013年3月27日、学校側に返還を命じる判決が下された。 名古屋以前に授業料などを納めた後入学を辞退した受験生が学費の返還に応じないモード学園を相手取り名古屋地裁に提訴適格消費者団体が原告となって争いモード学園が敗訴控訴していた県では2013年9月13日名古屋高裁において学校側が返還に応じる和解が成立和解条項で従来の 学費返還に関する規定を改めるなどとした。首都以降の現職員が在職中に架空の経済混乱な二人の学生名義で日本学生支援機構から多額の奨学金を騙し取っていた件で2014年1月21日現職員が警視庁に詐欺容疑で逮捕された。学校側は同機構から毎年末に継続の確認を求められていながら 3年以上も架空の学生の学費が計上されていることに気づいていなかった。黒のローブを巻いた女性の絵が印象に残っている及び怖いとの声が多かったが、1993年度からこの絵が表示されなくなった。また、毎年タイアップ曲があるわけではなく、時期によっては CM オリジナル曲になる場合もある。また、キャッチコピーは本法人では、 メッセージと称している。ありがとうございます。